SNS であふれる精子を提供する書き込み。パッチリ二重、鼻高め。提供を受け出産した女性は、知りたいと言われた時にはごめんなさいってしかないです。取材班が8人の女性に精子を提供したという男性に話を聞くと、妻に関してはこの活動に、消極的ながらも同意してもらってる。今 SNS 上であふれる自らの学歴や容姿などをアピールする書き込み。パッチリ二重、鼻高め。高学歴精子提供、良質な精子を提供いたします。精子を提供するという内容です。しかし提供者が国籍や学歴などを偽ったとして女性が損害賠償を求めるトラブルも。なぜ素性のわからない男性から提供を受けるのか。取材班は女性に話を聞くことができました。結婚しないで子供を持つっていうので知った不安っていうよりも、本当にできるのっていう不安もありましたよ。9年前 SNS で知り合った男性から精子を提供された女性。容器をお渡ししてそこに採取っていうかシリンジでいただいて持ち帰った形。女性はシリンジという針のない注射器を使い精子を自分の体内に注入。男の子を出産しました。女性はレズビアンで夫はいません。パートナーが今しかないっていう感じで本当にいいのかなと思いました。でも結果的にはとっても良かったんで。しかし検査をしていない精子はエイズや肝炎など感染症のリスクも。取材班は8人に精子提供を行ったという男性に話を聞くことができました。どこに向かわれるんですか。今日はクライアントさんが車で30分ぐらいのところに住んでいらっしゃいますので、そちらの自宅の近くまで行く予定です。女性との待ち合わせ場所に向かいます。そしてそうですね、滞りなく終了しました。男性は一昨年から提供を始め、これまで8人の女性に渡し、4人が妊娠、うち1人が出産に至ったといいます。検査っていうのはどういう検査を。性病の検査ですね。それから、精液の検査、あとは、血液検査とか半年に一度やってまして、それを SNS で開示してます。半年に一度実費で感染症などの検査を行っているといいます。結構いらっしゃるということが分かりまして、それだったら、私ができることはあるなと思って活動をさせていただいてます。妻とあと子供が2人おりまして、妻に関してはこの活動に、消極的ながらも同意してもらっている状況です。妻にその提供活動を打ち上げた際に、なるべくやはり接点を持たないでくれというふうに依頼されたので、そこは妻の意思を尊重したいなと思っています。女性と金銭のやり取りはあるのでしょうか。1回あたり1万円ということで定めさせていただきまして、生活のためにその1万円を欲しているというわけではなくて、あくまでもドナーとクライアントという線引きのためにその1万円というのを定めさせていただいているというところです。そこで女性との間で交わすのが、具体的にどこに住んでてどういう仕事しててということは、言わないということで同意書を締結しております。これは女性と交わした同意書。子供が実の父親を知りたいと申してても情報を開示しないと明記されていました。正直やっぱり成長は見てみたいなという気持ちは間違いなくあるんですけれども、生まれてくる子どもの出自を知る権利や提供者の義務などに関する法整備がなかなか進んでいないのが現状です。去年民間初の精子バンクが設立されました。
精子の質を見るような検査をして、ドナーさんからいただいた精子に関するですね、情報をここで取っております。この施設では提供を受けた精子を指定された医療機関に供給、安全で安定した精子の供給を目指しています。その上で今後は公的な機関での情報管理が必要だと指摘します。ドナーの方と約束した部分、ここまで開示していいという部分に関しては、その機関に対して公開をして登録していただきたい。将来的にはですね、その子どもに対するアイデンティティの確立のためには重要なことだと、助かることだと思ってます。公園で母親と遊ぶ男の子。母親は SNS で知り合った男性から精子を提供された女性でした。子供が8歳になり、今思うことは。あんまり分かんない。知ろうともしませんので。名前は知ってるけども。それは連絡先とかは必要ないので、お会いした日だけで、あとはもう削除。しかし女性は息子に父親の詳細を語れないことに。知りたいと言われた時にはごめんなさいってしかないです。申し訳ないなとは思いますね。